敵外装公園は、東京都杉並区小木久保にある、この絵踏丸の邸宅であった、敵外装の敷地を公園として整備した施設である。敵外装1937年2月6日、祖格の対面を背面を、敵外装に詰めかけた、記者団の質問に答えるこの絵。この絵人気を反映してこの絵への取材構成は、並のものではなかった。旧邸宅は1927年に、 伊藤中太の設計により、大正天皇の児童、入沢達吉の邸宅、風、荻ぎ書所として創建された。この絵は、南に斜面を持った高台に立地し、近くは、全空寺川から遠くは、富士山までの景勝を一望のもとに見渡せる。この別荘に惚れ込み、入沢を口説き落として1937年、これを購入した。1938年には、 邸宅の北側に蔵と別棟が増築され、住まいの著斎と寝室は同年から1944年頃に改修を受けている。この池には目白に本邸があり、敵外装は別邸なのだが、この絵はこの敵外装がことのほか気に入って、文化サロンとしても利用し、一度ここに住み始めると、本邸の方へは二度と戻らなかった。郊外にあるものの、大梅街道にほど近い上に、 国鉄中央本線の駅にも近いという便利な立地にある上、官邸の喧騒とは、打って変わって静寂な敵外層の佇まいを、この絵は政治の場としても活用した。同1937年7月第1次、この絵内閣が発足されると重要な話し合いや会議が開かれ、有名になった。1940年には、政界往来に敵外小政団を連載している。 東亜新秩序の建設を確認した1940年7月19日の小木久保会談や対米戦争の是非とその対応についてを協議した1941年10月15日の敵外相会談など時には定例会合の御紹介議までをも敵外相で開いており大戦前夜の重要な国策の多くがここで決定された1941年9月末に この絵から台米戦に対する海軍の見通しを聞かれた連合艦隊司令長官の山本五十六が、それはぜひやれと言われれば初め半年や一年は随分暴れてご覧に入れる。しかしながら二年三年となれば全く確信は持てぬという有名な回答でこの絵を悩ませたのもこの敵外装においてであった。こうした変則的な政治手法から敵外相の三文字が 新聞の紙面に踊る日は多く、この指定の名称は、日本の隅々にまで知れ渡るようになった。後には、吉田茂の、目黒の外務大臣皇帝、鳩山一郎の、音羽御殿田中角栄の、目白御殿などがやはり同じように、第二の官邸のような機能を持ったが、その洗礼はこの敵外相に求めることができる。1945年12月16日に、 この絵が自決したのもここ敵外層である。敵外層にはこの以外にも意外な住人がいたことが知られている。1940年からこの絵は自らのブレーンとして徴用し始めた井上日商を同居人としてここに引っ越させている。井上は右翼団体、血明団の創設者で血明団事件の首謀者として無期懲役判決を受けたが、 この年の起源2600年報宿の特赦により、服役8年で出国したばかりだった。名称の敵外装は、額面通りの小木久の外で、特に古事聖区にちなむような、深遠な意味はないと言われる。しかしこの絵に頼まれて、これを鮮明したのは、夕食古日の奥義に通じた西恩寺金持ちなので、実のところは半然としない。小木久一体は、 空襲を免れたため、敵外装も、戦災を免れた。この絵の死後、主なき敵外装を一時この池家から借りて指定代わりにしていたのが、吉田茂である。この絵とは、個人的にも親しかった、吉田だが、なぜ敵外装に住むことに決めたのかをある日来客から、尋ねられた吉田は、平然と、ここに僕が寝ていたらそのうちこの絵が出てくるだろうと思ってねと、言ったという。 1960年に、小木く会談が開かれた、応接室を含む木造平屋建ての、約半分202平方平方メートルが、東京都都島区巣鴨にある、天理教東京教務市長の敷地内へ移築された。2016年現在の敵外層2012年、長らく敵外層に居住していた所有者で、この絵の次男、通り隆が請居すると、 地元の町会長の連名で要望書が区に提出され、2013年2月、杉並区は敵外層を買い取ることを明らかにした。2014年に買い取りが行われ、敷地6071.69平方平方メートルと木造平屋の邸宅409平方平方メートルを取得、2015年3月に敷地の一部が敵外層公園として整備。 公開された。2017年1月時点では、邸宅の建物のない部分が、芝生広場、遊歩道、水飲み場、手押しポンプ式のトイレのみが整備された簡易な公園として整備、されていた。芝生は邸宅にあったものではなく、邸宅の池のあった部分を聖地の上移植されたもので、ある。別途邸宅跡地等は整備予定である。 全体整備の杉並区の基本方針としては、屋敷林としての形態を残し、住宅都市、杉並の歴史を代表する良質な邸宅として、後世に引き継ぐ歴史的、文化的価値を最大限活用するため、巣鴨に移築されている部分も含め鬼久保階段の行われた時期を基本に、当時の状態に復元するとともに、国の重要文化財指定を目指すなどとされた。 一区部分の購入資金は、ふるさと納税の取り組みを当てている。邸宅の部分の一区、復元整備も計画に含まれ、同基本方針には、豊島区に一区した敵外層の一部を元の位置に再移築し、小木窪階段が行われた客間などは、展示スペースとして利用するとしている。天理教東京教務市長との交渉が2016年12月に、基本合意に至ったため、 当初、2017年度から復元工事を始めるとされた。現地で移行を調査するとともに、1940年1941年、当時の状態を記録した写真や資料の所有者に協力を呼びかけている。豊島区に移築された玄関、応接管部分の解体工事は、2018年秋に着手すると発表された。 12月に解体工事終了の直前に見学会が行われた。2016年3月1日、敵外装の名称で国の史跡に指定された。記念の展覧会が杉並区立郷土博物館で開かれている。杉並区は2017年2月、創建当時の平面図と胸札等を入沢達基地邸平面図、胸札として区の有形文化財に指定した。 ありがとうございます。